吊るされた一連の爆竹爆竹は花火の一種。本来は焚き火に竹をくべて外せさせる風習を言った。爆竹は竹筒や紙筒に火薬を詰めて導火線に点火、爆発させ大きな音を鳴らす花火である。他の花火とは異なり爆発音発生を目的とし、閃光は発するが見た目に美しい火花を噴出することはない。日中には、 破裂音とその破片が飛び散る様を楽しみ、夜間では連続して破裂した際の音と閃光を楽しむ。現代の爆竹に使われている火薬はアルミバックあるいは音薬 A と呼ばれる銀色の微粉末で主成分は火塩素酸カリウム約70%とアルミニウム約30%である。日本で玩具として用いられているものは長さ2から2 5トル。 太さ3から4ミリメートルほどで2から4センチメートルほどの銅花線がついた小さくカラフルな着色がなされた紙筒が約20本前後を板状に並べられて銅花線を束にしたものが箱詰め袋詰めされて売られている中国を中心にイベントやセレモニーで用いる大型の爆竹は大型の爆竹を数十本から数百本時には串型に連結し 銅火線の端にある紙紐のはお竿や紐を使って束のまま吊るし銅火線に点火することで落下しながら連続的に破裂音を立てて燃焼する燃焼中は周囲に破裂した紙筒の破片が大きく散乱するなど爆発力が極めて強いものもある爆竹の爆発爆竹は館内に行われていた空気及び薬病の駆逐するため竹を焚き火にくべて外せさせた 風習に由来する。新異業西原業によれば、西方の山奥に人間の姿をした一本足の怪物さんが住んでおり、山に出会った人間は高熱を発し苦しみながら死んでいくとされていた。伝承では、春節の際に山は山から人里に降りてくるため、人々は春節を非常に恐れていたとされる。ある日とある農民が山で竹を伐採し家に、 帰ろうとした際、肌寒く感じた農民は竹に火をつけて、暖をとっていた時に山と遭遇した。驚いた農民は火のついた竹を捨てて逃げ出したが、山も火のついた竹がパチパチと音を立てていることに驚き山に逃げ戻った。山の弱点を知った人々は、毎年正月になると各家庭で竹を燃やし、それに恐れをなした山は、 再び人里に現れ人々を苦しめることはなくなったとされる。南北朝時代では竹を燃やす原始的な爆竹は一般的となっており、軽素材時期では蒸気の古事が紹介されている。火薬が発明されると火薬を使用した爆竹も作られるが、爆竹の用語はその後も使用されていた。当初、某地方で毎年のように薬病が発生し、 遺伝という人物が火薬を竹筒に詰めて爆発させ邪気を払ったとされる。それまでの爆竹より大きな音の出る爆竹は人々に受け入れられ、壮大になると竹筒の代わりに紙筒を用いた現内と同様の爆竹が作成されるようになった。また壮大には爆竹を串状に連ねた変法が制作され、爆竹の音が長時間持続する様が人が無知を打つ。 音に似ていることから、無知法とも称されるようになり、現代中国語にもこの言葉が継承されている。明から新代にかけて爆竹は、さらなる発達を見せ、功労務などの小説にも爆竹に関する記載が見られ、数多くの種類があったことが推察される。またこの時期になると山を追い払うという本来の意味以外に、神を迎えるとして使用されることが多くなり、中国では、 春節以外に現象節や単語節、中秋節といった他の設置日や結婚や誕生日、商店の新規開店などの祝い事に欠かせない道具として用いられている。特に春節の祝賀として爆竹を用いる光景は日本においても各地の中華街で見ることができる。現在中国では各種爆竹が生産され地方都市を中心に販売されている。 小型なものとしては直径 3mm、長さ 1cm 程度の商品から大型のものとしては直径 1cm、長さ 5cm の商品などが販売されている。大型爆竹に関してはその威力が強いため取扱い上の問題から毎年死傷者の発生が報道されており、また北京市や新鮮市などの大都市ではその使用に一定の規制が行われている。 安全性での問題や深刻化する大気汚染への懸念もあり、爆薬を使わない電子爆竹や爆竹アプリなども使われるようになっている。日本でも古くから正正月や節分の祭事として爆竹と呼ばれるものがあったようで、鎌倉時代の1251年1月16日、誤差が上皇が爆竹を見たという記事が見えている。ただしこれは青竹を燃やし音を立てるもので、 火薬を用いたものではない。この祭事は現在でもどんど焼きや詐欺町と呼ばれて各地に伝承されている。中国から流入した爆竹の文化は日本でも定着し、玩具として使用されるほか、地域によっては祭礼などに用いられる。長崎県内各地でお盆期間に行われる精霊流しが特に有名であり、その他手筒花火などの火薬文化で知られる。 愛知県豊橋市も有名で、神社の境内で爆竹を鳴らしたり、爆竹を鳴らしながら、みこしを担ぐ風習が見られる。豊橋市を中心とする東三河地域のほか、岐阜県の手力の火祭りでの使用例なども知られる。1966年までは、2倍ト端などという、一般的な爆竹よりも大きく牛乳瓶を破壊するほどの威力を持つ爆竹も売られていたが、危険とされて、 発売中止になった。火薬類取締法により、都道府県ごとに条例で定める一定の条件を超える爆竹の消費等には、都道府県知事の許可を要する。山林が荒廃した際などに、月の輪熊やヒグマが人里周辺に出没するケースもたびたび発生するが、これら人里周辺に降りてきた熊を山奥に戻すために人里周辺で、 定期的に爆竹を鳴らすなどの方策を取る自治体も見られる。しかし目の前にいるクマに爆竹を投げてもパニックを誘発させる危険性が指摘されたり効果が薄いというハイカーの証言も存在しその効果については不透明な部分があるとも指摘されている。2014年に月のワグマの出没が460回を超えた岐阜県高山市では 冬眠時期の12月になってもクマの活動が見られたため、同月14日の第47回衆議院議員総選挙に備え、市内約半数の投票所に爆竹が10セットずつ配備された。ヒンドゥー教の新年を祝う祭り、d ー,ーリーは光の祭典として位置づけられ、大量の爆竹や花火が用いられ、大都市では大気汚染を悪化させる規模となる。2016年、 インドの最高裁判所は、大気汚染に深刻な影響を与えるとして、ニューデリーにおける爆竹の販売を禁止する判断を下している。ABC 和をのりよし、竜明。中国と日本の正月行事。中央学院大学人間。自然論争。2019年10月21日閲覧。正月1日、ゼ三元の日なり。E の橋月。 平明,明時期、先を定前爆竹、年草、一壁山気、超高、寄付、中国伝統節日収束賛成症状、栗剣近宝出口花、宝生近海王中央中国で、電子爆竹爆売れ煙出なけりゃいいの。J、キャストテレビウォッチ、2017年1月13日、円化消費の手引き、茨城県、2019年10月21日閲覧。 熊にご注意ください。高山市。2014年12月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年12月12日閲覧。投票所に、熊よけの爆竹配備を、岐阜、鉱山。NHK ニュースウェーブ。オリジナルの2014年12月18日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0、ね、1 4 1 2 1 8 0 3 1 6 0 5 h t t p w w w 3 n h k o r j p n e w s h t m l 2 0 1 4 1 2 1 2 k 1 0 0 1 3 9 2 9 4 8 1 0 0 0 h t m l 14年12月12日閲覧投票所に、熊来州備え爆竹準備岐阜鉱山で32箇所、47ニュース共同通信、オリジナルの2015年7月22日時点におけるアーカイブ、 https://web.archive.org/.web/.2015072124803/.http://www.47news.jp/.cn/.201412/.cn2014120601001360/.html2014 年12月12日閲覧 大気汚染申告のニューデリー、最高裁が、爆竹販売禁止の判断 cnn.co.jp2016.1127 閲覧。ありがとうございます。